よっしゃよっ、ラジオですので、今日もやっていくんですけど、今日はね、まあラバクローンなんですけど、二次章チャレンジいきます。なんですけどもね、ちょっとね、今日のまあ動画の趣旨なんですけど、まあラバクローン普通に楽しむって感じなんですけどね、あのこの二次章スタンプなんですけど、これね、ちょっと俺人の観戦してて、ちょっと見てて、たまたまね、その二次章してる人がもう一回ね、その二次章チャレンジに行ってたんですけど、これね、最近ちょっと、これ二次章チャレンジ、今回ね、クリアした人だけに、もらえるスタンプなんですね。で、これなんですけど、ちょっとね、これをね、二次章チャレンジ行きながら押すっていうのがね、めちゃくちゃ楽しいですね。正直、まあ、やられた側からしたらカリカリすんのかな、わかんないんですけど、これ、まあ適当にね、こうやって、まず二次章したで俺は、つって、いうスタンプを送りつつ、分からせるっていう動画ですね、これは。ああ、これですね。マジ楽しいんすよね。これ。やばい、やばい。多分、本当は良くない。本当は良くないんですけど、本当に楽しいんだよな。これとりあえず、これベビードラとかをまあつけていって、まあ、ラバクローンね、動画出た後かな、わかんないですけど、ちょっとね、この後の動画次第なんですけど、今ね、20勝チャレンジの勝率トップ4のデッキが公開されたんですね。なんで、そのうちにラバクローンが2つ入ってて、まあ、違う方のって感じなんですけど、その中でね、やばい、受けが、うーしょー。そう、なんでね、ラバクローン、このランバ型とババ型ね、俺はランバ型がね、個人的に好きで、しかも、このね、あれなんですよ、ババ型とランバ型が当たった時に、多分ミラー対決で強いのはランバ型なんですね。なんで、こうやってタワーを打った時にね、これピカーンつって、ね、これマジクソ楽しいんですけど、そう、なんでね、今俺ランバ型好きで使ってるんですけどね、まあ、火力がね、とりあえずクローンした時にレイジがポーンと落ちるんで、これがマジ楽しいんですね、本当に。で、ラバクローンも楽しいし、このね、入賞スタンプもね、こうやって楽しいんで、マジでね、面白いんですよね、やってて。とりあえずこれで、ちょっと待ってね。はいはいはい、なるほど。竹取ってから、はい、いいよ。いいよ、はい、OK。これ楽しいな、ほんと。いや、マジ、クラルは楽しいんだよな、こういうのが。とりあえず、これで、ケツラバっすね。ケスケラ打ったんで、ケツラバして、これ、割と無視でもいいみたいなのがありますね。割と無視でもいいみたいなのがあるんで、とりあえずは、これでいいかな。この、後ろのガールのタゲをね、こいつのこのラバーが取ってくれればいいんですけど、まあ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 、みたいなのがありますね。えい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 。とりあえずランバっすね、後ろから。どうせこのラバー今、こう行ってこう行くんで、とりあえずね、こうコウモリ後ろから出していって、よいしょと、いう感じで、ホバ、出していき、はい。よいしょー、ランバークローン。いいですね。で、このランバークローンにランバーを投げていって、レイジランバーですね。これがマジで強い。いやー、強すぎる。楽しい。よし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 。いやー、めっちゃ楽しいな、これ。まあ、クララっていうゲーム楽しむのも大事ですね。よいしょー。OK。まあ、グッドゲーム代わりにこれを押していき。いやー、これマジで楽しいな。これで、まあね、そういう動画なんですけど、まあ、ほんとね、ラバクローンはね、今、勝率すごい高いんでね、80% だったんですよ、昨日の。あの二次章チャレンジの、勝率がね、ラバクローンが一番高くて、ババの方が 80% で、ランバーの方が 76% だかな、確か。そう。くっそ高いんですよね。全員が使ってるうちの、そのウィンレートなんで、その絵がね、全員使ってて 80% っていうのもすごいんですよね、マジで。よいしょ。ラバ出しちゃいます。とりあえず、ケツラバしときゃ、ケツラバして、あの後ろにユニットつけてクローンかければアンパイみたいなとこあるんで、お、逆サイホバっすね。よいしょ。あー、いいですね。これで、まあ、普通にやっていって、はい。ワンチャン群れ系が来る。なるほど。クローンでかわすか。よいしょ。いえ、かわせ。かー。全然かわせらんなかった。よいしょ、よいしょ。ボン、はい、ベビダンタケが行く。これ折れますね、と。はい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 。いや、楽しい。で、やっぱ、初見って、このスケルトン部隊でね、守れるのがね、多すぎるんで、
マジでね、これでまたケツラバをして、この両サイド受けつつ、まあ無視でもいいですね、最悪。一本持ってあるんで。はいはいはい。ワンチャンザップ来るかな。まあ来たとてですね。えい、ノーダメ。これゆっくりケツラバできますね。逆サイ多少なんか攻めても無視できる形なら、おられない程度なら半分ぐらい削られるぐらいの攻めだったら無視しますね。まあホバが言うて両サイド攻めれるんで、まあこれ無視ですね。もうでも、まあユニット出してもいいんですけど、やっぱギリギリでつけた方がね、相手何来るかわからないんで、ホバここで出しちゃったら、ホバが渡ってきたらどういう対応しようかなってなるんですけど、これ何出すかわかんないですよね、相手今。なんで、とりあえずベビドラつけていって、はい。で、真ん中にランバーとコウモリを出し、クローン。よいしょ、やばい、さては、レイジ落ちてる。けどか。言うてか、これ、この攻め。微妙だったな。これ背面処理します。フォグが飛んでくるんでね。はい。よいしょ。よいしょ、OK。で、もう一回ケツラバスね。今回は2倍入ったんで、早めに行けそうっすね。おや？相手諦めた。これ諦めたっすね、多分エリアあくれてるんで。いやー、いい。あ、スタンプ押すの忘れてた。あんまね、戦ってる途中にスタンプ押す習慣ないんで、あれなんですけど。これマジいいな。よいしょ。分からせる。オーゲイ。あ、しょ、こっちだ。よし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 。まあ、多分落ちちゃってるけどな。いやー、いいな。やっぱラバクローンいいっすよね、本当に。なんかいつも使ってないと、本当に。で、しかもラバクローンって目に見えて火力が高いんで、本当にね、楽しいっすね。マジで。で、ポイズン持ちにも、普通にランバーとベビドラでクローンかけて、ポイズン打たれたところにホバ追加でいけるんで、これがね、マジでいいっすね。一本までは端っこかな。とりあえずホバ出しておくか、適当に。墓石ちょっと面倒くさいみたいなのがあるんでね。で、これなんかユニット出してきたら、そっちにラバーね、バーホーンつって出しちゃえば、いいかな、みたいなとこありますね。はいはいはい。無視かな。よいしょ。あ、エリア来るさ、もしかして。多分大丈夫だな。溢れてないはず。まさかね、俺が溢れるわけがない。いや、ベビドラマないのだるい。いやー、マジか、これ。だって、墓石でしょ、墓石穴掘りってことは、絶対トルネがあるんで。はいはい。よいしょ。これワンチャン来るか、タルババ。ザップイカチ。これで、先にトルネを使わせるんですね、これで。よいしょ。トルネを使わせて、レイジ落とす。はいはいはい。あれ使わない。なるほど。ない。そういったらない。ないですね、これは。これラバにタギがいってるんで、これで。ザップさっき使ったんでね、ロイジャイの時に。これで後ろにつけてあげて。もう一回ランバーが落ちるんで、はい。ホバリング。追加してあげーの、レイジ入る。オッケー。これ折れましたね。いやー、楽しい。楽しいなー。これ20勝スタンプいいっすよね、この仕組み。やっぱそのたどり着けた人だけはもらえるスタンプってめちゃくちゃいいんですよね、価値があってすごくいい。どんどんいきます。いやー、いいなー、楽しいなー。これ20勝するたびにね、動画にしようかなと思ってるんですけど、こういう動画もね、たまにはいいかなと思って。やっぱね、ゲーム楽しむことが一番なんで、とりあえずは、いやー、マジかめんどくさい。これ多分あれだな、クロス説あるんだよな、もうあーちゃんの時点で。クロスはね、使用率、勝率か、3位だったんですよ。あ、ザップなんだ、ペッカとか。これ届くか分かんないんだよな。いや、インドラか。でもインドラ処理してから行きたいですね、ラバ。こう、ファーっつって。インドラ切ってから今2枚でしょ。え、これいけるんじゃない普通に。何も来なければ。何も来ないことを祈っていきます。よいしょと。はい。これはまあ、正直半分ぐらい多分食らうけど、まあ無視でいいですね。そんな食らわんかな。あ、そんな食らわんそう。よいしょ。いい、全然食らんかった。これ無視でいいかな、正直。よし、無視しちゃいます。このスケラ一本一本折り合ったらね、強いんで。よいしょ。でもまあ、コウモリだけつけといて、ランバーつけて、よいしょ。まあ、どうせ、この後、インドラが来るんでね、クローンかけちゃおうかなって感じですね。はい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 。よいしょ、いいよ。これクローンいっちゃおう。ホバーつけて、ザップがあったんでね。お、ザップ使った。はい。ホバーじゃなくて、こっちで行って。いい火力。
トルネーを使っていく。よいしょ。ホバ追加していき、どうしようかな。よいしょ。はいはいはい。OK ですね。はい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 。やばい、ちょっと今、パソコン消えてて焦ったっすね。どうしようかな。とりあえず、でも逆戦、あっち攻めたいんで、こちらはかな。こう言ってキング行ってもらおうかな。まあ、スケラ来るかもしれないんでね。これとか、これは絶対守る。これは金が捨てれないんでね。さすがに。よいしょ。よいしょ。こまあ、前につけれるからこれでいいかな。よいしょ。はいはいはい。で、これ強いのが真ん中スケアミがめっちゃ強いんですよね。これで、おいしょ。これもうやばいっしょ、これ。どう考えても呪文当たらないんで、これ。あ、やばい。トルネが強かった。トルネが強いんですけど、まあ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 って感じですね。これスキャミ、真ん中ラバーしてから真ん中にスキャミすると、スキャミって半分ぐらい分かれるんですよ、これ。だから、真ん中スキャミが1本折ったのを、そのタゲ取っての真ん中スキャミがめっちゃ強いですね。いや、めっちゃ楽しいな、マジで。でラバクロ、ほんとなんか楽しいんですよね、ほんとに。いやー、あ、スタンプ押すの忘れてた。やばいやばいやばい。そういう動画なのにな。このスタンプで分からせるっていう、これマジでいい。これ最初はまあな、ちょっと見守りたいですね、ラバがないなら。ちょっと見守って、何も来ないなら、まあとりあえずスタンプをして、スケ部隊を出す。で、スタンプをして、とりあえずコウモリでいいかな。はい。で、スタンプをして、どうしようかな。はい、はい。ホバでいいか。やば。ヤンチーじゃん。バフゲーミング。よいしょ。いいね。2発で押さえたの、でかい。これ相手ホグ切ったんで、ケツラバスね、安心して。OK。いやー、いい参加が欲しい。まあ、相手このホバー無視できないんでね。でもね、レウィザードがちょっと邪魔っすね。ウィザードが。どうしようかな。どうしてやろうかなって感じですね。よいしょ。バルキリーもいて、スキアミ、攻撃スキアミが通らなそうなんで、ちょっと考えもんっすね。本当に。まあ、こっちに、端っこにビビドラ出して、この建物やらないようにして、かな。で、真ん中にホバ出して、コウモリ置いた木かな。よいしょ。これまあ、メガゴとかなんか来るかもしれないんでね。よいしょよいしょ。あれ？さてはいい。よいしょ。よいしょ。いいよ。いいよ。いいよ。いい。やばい。これいらない？さてはいらない？いや、いるいるいる。絶対いる絶対いる絶対いらない。いけいけ、よし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 。いや、生き玉打てばな、折れたかな、今の。クローンだった、危ねえ。ちょっ待てよ、ちょっ待てよ。ホグが来る、ホグが来る。でザップかなんかしらを構えてるはずだから、タルババだったか、タルババだったら分かんない。呪文ないかな、かもしれない。とりあえずケツラバスね。はい、ないこと言うなら。あー、なるほど、スキアミが来るからオーブン出しちゃうよみたいな。あんまい、そんなんじゃうちのスキアミ超えらんないですね。甘すぎる。よいしょ。こっからクローンでサンクラをって分からせます。とりあえずこれで、まあコウモリでいいかな。スパン。 OK。 よいしょ。まあまあまあ、これは正直、いや、守るこれ守る。よいしょ。おいしょ。オッケー。このね、スキャミ分かれんのがな、いいんだよな、マジで。呪文当てらんないですよね、マジ真ん中スキャミ。はい。分からせる。ウィザードも3クラという感じですね。はい。よいしょ。よいしょ。ってことでね、はい、こんな感じですかね、今日は。もうね、スタンプで分からせるっす。ってことで、今日はね、やばい、声が。こんな感じになったんですけど、まあね、ラバクロね、ほんと勝率強いんで、多分この後かな、前だと思うんですけど、あれですね、その、20勝チャレンジのね、勝率トップ4みたいなね、あのデッキをね、動画もね、多分前に上がってると思うんで、そちらもね、見てもらえればなと思います。ということで、今日は5年で終わりたいと思います。ご視聴、あーしゅ